来てるでしょ。こんばんは。こんばんは。今日千葉店からお届けします。よろしくお願いします。続々と入ってる気がする。もうすっかり秋物を紹介し始めてるんですけど、今日はレザーです。相棒が、相棒来た、来ちゃった。ごめんね、相棒来ました。こんばんは。こんばんは。今日もいつものコンビで。元気ですか、皆さん。もう早いと。入ってます、見えます、見えます。入ってるのが。暑いですね。まだ、まだ今大丈夫。これ、こっからですね。いやいやいや、昼間ね。前ですね、前ですね。ちょっと夜、まだ涼しいけど、8月入ったら一気にね、またパインと暑くなりそうなので、これからもっと暑くなります。皆さん、倒れないようにね。はい、中のワンピースですか。あ、そうです。もう早い、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 速攻です。はい、じゃあ始めます。よろしくお願いします。お願いします。固定してるから。はい、書いて言わずに聞いてみたいと思います。じゃ早速、もうご質問あったからお答えしちゃいましょうか。ちょっと見ますね、中から、はい、お持ちいたします。こちらワンピースです。メゾンマヴェリックプレゼンツさんのランダムドットワンピースになります。素材がポリエステル 100% で、一応ライナーもついてます。今日はちょっと中に皆さんお持ちの、昨日もインスタで、インスタライブでやってたプリーツスカートを履いてます。で、色みたいで、ね、あ、そうです、面白い、なんかヒョウ柄のニュアンスを持ったドットになってます。うん、で、ここがギャザーになってますね。ウエストがギャザーになっていて、こちらにベルトがついてます。まあ、ちょっと後ろにしてるんですけど、こんな感じで。フード付きも可愛いですね。確かにフード付きも可愛いですよね。フード付きね、ライダース、これワンピース、もう一色、こちらの黒と2色になります。すごい袖が可愛いです。あと肩もちょっとパフっぽくなってます。とってもお似合いですね。ベルト似合いますよね。ありがとうございます。しっかりゴムの位置が隠れる太さあるので、うん、リボンにしても可愛いし、そこにきっちり透明にマークして、これね、取り外しもできるので、ベルトなしでもいけます。でも綺麗かなって、うん。なんかね、リボン結びだと結構甘くなるんですけど、流してあげるとちょっとカジュアルというか、こなれ感ですね。うん、で、流してあげると、よりレディーな感じになるのではないでしょうか。身長も162センチです。はい、少し短い方がいいなっていう方などはしっかり絞ってとか、うん、他のベルトに変えてちょっと上げてっていうのも着やすそうですね。前も全部ボタンになってるので、開けて羽織としても着ていただけます。付属でついてくるインナーはどんな感じかみたいです。ここにもかけてあります。ダイダースブランド、普通のあれですね、ロングキャミ、はい、キャミソールタイプのドレスがもうついてます。こんな感じです。ちゃんと V の襟になっているので綺麗だと思います。あと結構ちゃんとメッシュで、少し伸縮性もある生地なので、中で着ててもあのツルツルペタペタするような素材ではないです。涼しげに着られます。しかもこの色便利、他の確かにワンピースとか、あとちょっとスケールスカートの時とかにね、うんうん、使ってあげてもいいですね。別々で使えるのがこれは便利です、ね、便利です。いや、生着替え
生着替えです想定済みにしてますね見せてもいいやつです、はいはい、こんな感じでこれこのままいけますよね黒で香りカーディガンにしてもいいですしの、ね、裏はでやってたみたいに縦ライン縦ラインで同系色で縦ラインを作って縦ラインでもいいし、うん、カジュアルにしたい時デニムでコンバースとかでも可愛いです、うん、可愛いいいですねワンピースいいですね、うん、可愛いですいいですあのですねレザーはあレザー行きましょうか冬に出ていたものと同じですか、はい、って質問いただいてます前回ご好評いただいて継続でやってるタイプとあと今年の 新バージョンもあるのでそちらもご紹介いたします生地感の違いなどをね、うん、ちゃんとご紹介したいなと思いまして、うんまあ、形は今回もこのライダースのタイプとカーディガンのタイプあります。で、ちょっと色はね、他にもあるんですが、従来のものがスウェード調のバッグのタイプですね。ツヤがないのと、今年は表側です。ツヤあり。ちょっとハードそうに見えるけど、形でうまくハードさは和らげてくれているっていうタイプですね。ベースは同じ。配色と革の感じが違うというのが今年のレザーの特徴です。一回はけちゃった。で、まあ、去年ねご覧いただいてた方はあれなんですが、スライダー先に説明しちゃいます。革は少しの光沢、あんまりテラテラした感じではなくて柔らかくしなやかにちょっとツヤがある表側になります。で後ろ側少しタックというか余力を残してくれている後ろ側のデザインとこれがあることでここすっきりしますね。でフード結構しっかり大きめのフード付きです、まあ、首周りにまずフードのこの面のあらゆる素材が来るっていうのがこういう T シャツで着たりするのもしやすいのでおすすめのポイント。あとすごく簡単にフードが外せます。見えます？見える？ちょっとこっちの色の方が分かりやすいかしら、私の。あ、そうかもしれない。この色の方が分かりやすいですね。このくらいね。で、ここにファスナーがパイッとあるので、このまま一周ぐるっとすると、フードが外れます。このままじゃ。実況中継。とっても見やすい。で、フードしかもね、大きい。すごい、ファスナーめっちゃやりやすいですよ。帽子素敵いや今これすごいライミングになっちゃった帽子あ嬉しいこんな感じです。ライダース迷ってたけど今期は購入したいしましょう。あの大事ですこれかわいい皆さん今ね私着てるのこれ実はサンプルでして、8月にねいろんな全部のお店に入荷はします。でちょっと小さいのでキュウキュウしてるんですけど実際はもう少しちゃんとしたゆったりめのサイズしっかりサイズが入荷します。後ろかわいいフード取っても超かわいいってやった時のこの、うんうんうん、しかもねちょっと伸びるのぷよってそれもすごく着やすいポイントと、ここ今私開けちゃいましたけど細い方でもここ結構染みになってるからデザってこうやって着てあげてもかっこいいじゃないですか。ただこのちょっとツヤって見えるツヤってしてる新バージョンですね。そうこれはニューカラーでちょっと、ね、私が締めるとちょっとキャットウーマンみたいになっちゃったからこれくらいまでしか締めませんがいけるかいけるかこんな感じきちっと止めて私身長166センチでウエストここ
なので腰骨ぐらいの T シャツを着ると、腰骨だけぐらいの T シャツを着るとちょうどこのくらい飛び出してくれて、バランスすごく綺麗だと思います。はい、今あるもんね。はい、すぐ買いたいすぐ買いたいじゃないって感じ。3色ちょっとお店とかによってご用意変わってきちゃうんですけど、一応千葉店は今この3色ご用意があります。でニューカラーよりもちょっとマットなので、レザーがねまだちょっとなんかハードル高いなっていう方はこっちの素材もすごくおすすめで、そんなにハードにならないです。あとドルバックの方が伸縮性はもう少し感じるかもしれないです。こうギシってならないで滑らかなので、うんうん、もうちょっと柔らかくお召しいただけるかなという気はします。フードも同色なのでちょっとこう大人っぽく着ていただけます。合わせやすいですね、うん、ファントーンで。これ、はい、私言ってなかったですね、めちゃめちゃ軽い、軽いです。こうやって動けるレザーだけど、こうやって本当に体操できちゃうぐらい軽いので、レザーって窮屈とか、ちょっとサイズがきつめのものを着てる私でもここが本当に動きやすいから、うん、ちょっと苦手意識ある方も一度トライしてみていただくといいと思います。ぜひお近くにお店のある方はトライしてください。はい、もうレザー試着してくださったお客様がコメントをくださってます、はい、レザー試着させていただきました。とても着やすかったです。早い、なんか柔らかいですよね、うん、半袖になっちゃってもいいかな、多分です。なんかこうビヨンって言ったらあれですけど、なんか柔らかい、なめしがやっぱりねすごく上手なので、こう少しねストレッチが効いてる、こうビヨンって伸びるものではもちろんないんですが、柔らかい。あと今フードを取った状態でこのくらいまで普通にギュッてやらなくてもなるので、脱いで持ってたりとかくるっとしてバッグに入れるとかにしても塗りやすい、コンパクト、薄い、着やすいサイダースです。はい、はい、この着物のお色味はグレーと黒ですか。はい、そうです。これねブルーグレー、うん、いい色してます。黒さっきねチラリンとブルーグレーとブラック、ブラックです。フードもブラックです。かっこいいです。ほんと軽いですねこれは、めっちゃ軽い。やっぱり、ちょっとレザーに個体差がありますので、在庫があって着比べられるなら比べて、2つぐらいに比べっこすると好きなのが見つかるかなと思います。さて、もう一つの方、もう一方、もうちょっとレディーな方、こちらのノーカラーですね。こちらと二方で、でニュー、私が着てるのが継続のタイプのグレージュ、今すぐ買えるのはグレージュとこちらのチャコールになります。私は、今年の2月に実際に購入して私物です。ファーストレザーですね、初めて。おー、マイファーストレザー、はい、マイファーストレザーです。すごい着やすいです。この上に真冬コートとか着ちゃってました。着てレザーの上にコートはね、あったかい。レザーニュールね、最強。全然カーディガンみたいに着れちゃうのですごい使いやすいです、うん、ワンピースでね、さっきみたいに羽織ってもいいし、うん、これもブラジは結構裏がね、どっちもなんですけど、うん、高級感がある少し光沢のブラジを使ってくださっているので、脱いで持っててもペラペラのポリエステルじゃなくてちゃんと肉がある感じなので、安いの着てんのね、うん、みたいには絶対に見えない。閉めてみよう。このお値段だけどまだ言ってない、ね、まだ言ってないですね皆さん気になるお値段かわいいって同じレザー雰囲気変わる。そうですね、ツヤのあるのとマットと、私着てるのがちなみにサイズ38です。で162センチで、全部締めてもちょっとゆとりあるくらいですね。ニット着ても余裕で羽織れます。あとここがボタンがついてるのでちょっと絞って着
着たいときは奥のボタンの方に留めると少し裾がキュッとシェイプされますね。形変わって可愛いですよね。ね、うん、さりげなくちょっと丸みも出ますよ、うん、後ろ姿がまた可愛い。暑い暑いしめると暑い緊張が止まってます。ちょっとデニムに変えてみます。はい、じゃあ私もカーディガンタイプに変わってみました。やっぱ結構印象変わりますね。色もだけど素材で全然そう、さっきのね、形、うん、ツヤ感で色も同じサイズも同じものを着てるけどなかなかのこう変わり具合というか、うん、本当に変わってちょっとお手入れめんどくさいそうとか、うん、どうしたらって思う方結構いると思うんですけど、あの一番のおすすめは着古した T シャツでキュ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 ッと拭いてあげてください。で、どうしてもあの急な雨に当たってしまった濡れちゃったっていう時は急いで乾かさなきゃって思わないで、まずタオルとかでしっかり叩いて水分をこするとやっぱり皮って染めているものになるので色落ちだったりあと色ムラの原因になるのでなるべく叩くで水分を取った後、ドライヤーとかあとヒーターの前で急いで乾かそうとかってしないでゆっくりじっくりしっかり乾かしてあげてください。それだけで長持ちします。早く乾かしてしまうと皮って人間の肌と同じなので、パリパリになっちゃいます。でひび割れたりとかの原因になるのでゆっくりでもしっかり乾かしてください。それが乾いた後に、またその着古したTシャツとかでしっかり拭いてあげることでツヤもある程度戻ってきますのでやってみてください。面白いお客様のコメントが、はい、卓球観戦しながらの視聴ですすごい笑っちゃった今卓球やってる、卓球やってるんだ、もう全然いいです。全然このね、時の流れが、うん、分かる。オリンピックだったね。そうだ、オリンピック中ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。39人もありがたいです。ありがとうございます。デニムスタイル、なんかセットさんも見てください、うん、セットさんも入ってくださって、セットのデニムスタートスタートだったから、あ、そうですね、うん、このカットソーのおすすめ、かわいい秋スタイルだ。ボーダーカットソーです。これでデニムも細身でいいんですよね、うん、ショートブーツに合わせやすい。あ、何でも合います。これどうでしょう。ちょっと福島さんいないんですけど、さすが先生って福島先生って入ってるのベレボかわいい。はい、ボーダーかわいい。やっぱボーダー来ました。このボーダーやっぱ着た方が絶対かわいい、うん、ボーダー超かわいいですよね。なんか色地もあるんですけど、ここで一回キュッとキュッとつまむような、そう、なんか着るとめっちゃかわいいですよね。でそんなに結構薄いですとか、すごくもう今全然着ていただけます。あ、デニムはどこのです、どこの何ですか。セットセットさんの、セットさん、岡山デニムのセットさんの一番細い形ですね。11、はい、テーパードかな、一番細いタイプです。今162で、サイズ M 入ってます。でちょっとロールアップして入ってます、うん、そうなんですよ。袖がね、面白い、可愛いですよね。じゃあ、色違い。来ました、来ました。他のお色味ありますか？はい。はい、あります。お待たせしました。ベイビーレッドとブラックにグレーかな、ライトグレー。うん、ライトグレーですね。だから、あんまり激しくないボーダー。袖ポワ。確かに袖ポワ、可愛い。袖ポワです。着てない状態だと、なんじゃらほいってなる感じ。着るとね、すごい可愛い、ね、ここでクイッと絞られているので、お、キャー、どの色も可愛い、ムキムキにならない。確かに
生地ね、あのそんなに分厚くないので、いわゆる T シャツぐらいの厚みになります。風は通る、光も通るぐらい。でもあの中に着てるものがスケスケになっちゃうっていうほどではないと、まあ、出してたけ出してないか、あの入れてます。そう、丈も割としっかりあるので、出すとこれくらいです。162センチ、足の付け根ぐらいまで行くので、入れてブラウジングするのもできるし、黒かわいい、すごい、そのみんなかわいいよ、みんなボーダーが着てみたい、やっぱりどの色も着た方がいいですね、うん、これ着た方が絶対いいですね。白はあんまり目立たないけど、ちゃんと首周りリブが入ってるので、うん、あんまりガバって感じじゃないですね、おすすめです。セットさんから体の薄い方でも収まりがいい T シャツで す。ここでボーダーとデニムはもうね、フレンチスタイルの王道、最強ですね。これでベレー帽も絶対可愛いです。可愛、うん、い、可愛 い、なんか質問ありますか。ッッいいし、暑いですね、ひたすら暑いちょっとね、空調の切れた百貨店で結構ですよね。レザーボーダー素敵ですよね。この合わせ最強ですよ ね。スカートでも可愛いですね、うん、スカートいいかもしれない、うん、着てみましょう皆さん、ぜひぜひ、いろいろ試せるの でこっちの新しいバージョンのレザーは一応千葉店だけ予約会もあのしているので、実際にご試着もしていただけます。で、他のお店に関しては8月の下旬に一応前提に入荷する予定なので、ぜひ楽しみにしていてください。また迷って両方買ってしまいそう。ぜひぜひでもそう、レザーもね、去年買ってくださってる方結構いらしたり、意外とね、長く着れますからね、とか、うん、すみません、みんな卓球、伊藤美誠さん、銅メダル、おー、イエーイ、教えてくださりありがとうございます。ライブならではですね、日本すごいですね、すごいですね、今年やっぱメダルラッシュ、ラッシュ来てますね、みんな頑張ってますね。じゃあ皆さん、オリンピックそろそろ、ね、見たいと思うんで、そろそろあの本腰入れて応援しましょう。時間も来てるので、一つだけいいですか、はい、ライダースのインナーですが、パーカー的な、そうです、ライダースのインナー、先ほどもしよかったらアーカイブで見ていただいて、取り外しができるこの縁だけパーカー、縁だけパーカーです。じゃこっちは洗います、こっちのフードの部分は取り外しができるタイプです。ちょっと襟巻き的な感じになります、はい、こんな感じで今日もありがとうございます。時が過ぎるのは早いですね、毎回あっという間なんです。なんかお手持ちのものにプラスすると、うん、持っているものが生き生きするよっていうアイテムを今日ご紹介できたと思うので、ぜひ店頭にいらっしゃれる方は店頭に、またはあの近くの、ね、ショップなどにお問い合わせいただければと思います。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。では次回、はい、はい、福岡から、はい、8月の2日の月曜日の20時35分から、はい、ちょっと5分ずれる、今日とずれるんですけど、8時35分からスタートします。はい、すみません、お値段言ってなかった、お値段だけ、あ、レザーですね、はい、はい、全部同じ値段です、はい、税込みで、抜きか、はい、ごめんなさい、抜きで39,900円です。去年と今年同じです、お値段変わらず、据え置きです。このアイテムも素敵、うん、39,900円には見えないっていうね、うん、まあ、4万円税込みで4万円ちょっとなので、あのぜひご検討いただければ幸いでございます。じゃあこんな感じで、いつもありがとうございます、ありがとうございます。天の声、本日チラリズムの時間でございます。ちょっと一瞬、あ、小野さん呼ばれてる、ありがとうございます。そちらのまま鏡チェックしなくて、鏡、ちょっと待っててください鏡チェックあります。シャシャシャ、今日小野さん、今日はこっちから、今日黒、ミューニー黒も真っ黒系
系。それもね、人気のね。そうなんです。パンツ。オノパンツと呼ばれているパンツなんですけど。そうそうそう。ぜひ。両耳に地球ブラス上げてね。ピロンピロン。本日のオノさん。本日の天の声、オノでした。いつもありがとうございます。ありがとうございます。オリンピック、ね、帰ったら見てください。また。また来月も千葉からお送りします。ありがとうございます。